皆さんやばいやつがいますよ。ほらほらほら、あれ、ヒロウミヘビだ。噛まれたら死にます。めっちゃ簡単に取れた。おお、まだまだまだ取れた。全然選ぶ海蛇っぽくない。今日はこれを食べていこう。はい、ということでですね、今日はこちら、ヒロオウミヘビっていう食材ですね。ついに来ましたよ、ヒロオウミヘビですね。はい、まあこんな感じで、まあウミヘビ取ってきてるんですけども、もういつものことなんですけど、皆さん真似しないでくださいね。こんな感じでね、持ってるんですけど、めちゃめちゃ強い神経毒持ってます。噛まれたらワンチャン死ぬぐらいヤバい毒持ってます。選ぶウミヘビとかだったら口がちっちゃいんで噛まないんですけど、こいつはしっかり噛んできます。めちゃめちゃ危ないんでね、皆さん絶対触んないでくださいね。まあ僕はですね、もうそんなリスクを犯してでも、もうこいつの味が知りたくて仕方がないんです。もう許してください。はい、ということでですね、早速観察していきましょうか。こちらが全体像になっております。いやーにしてもヒロウミヘビはめちゃめちゃ綺麗ですよね。本当に青いしも模様がめちゃめちゃ綺麗で、なんでか知らないんですけど、僕がいる沖縄の部島にはですね、ヒロウミヘビほとんどいないんですね。でこんなでかいの初めていました。あんなめちゃめちゃ取りやすいとこいたけどね、もうこれは食べるしかないと思った。で、ちょっと顔を見ていきましょう。顔はね、丸まんまヘビですよね。かわいいよね。めちゃめちゃかわいい。で、口もね、開くんですよ。ほら、すごいな。あ、口臭っ。牙はあるんですけどね、ちょっと触るのは危険すぎるんで、皆さん、見てください。ちょっとね、収納されてるんですよね、牙。陸上のヘビみたいに、がっつりした牙はないんですよ。でも、その代わり、この海ヘビたちっていうのは、とんでもなく強い神経毒を持ってます。多分、一瞬で殺せるんだと思う。選ぶ海ヘビとかだと、ハブの80倍ぐらいの毒を持ってるんで、おそらくね、ハブみたいに、そんな強い牙を持ってなくても、殺せるんだと思う。で、尻尾もね、海ヘビならではですよね。普通ヘビって尻尾がシュッてしてるんですけど、海ヘビはね、泳ぐんで推進力が必要なんでね、こうやってね、ペラペラな形してるんですよ。これでね、泳いでます。で、海ヘビって呼ばれてる種類の中には、実は魚のものと爬虫類のものがいるんですけど、こいつはね、完全に爬虫類ですね。魚のやつとかだと、なんか結構退化してるんですけど、背びれとかがあるはず。はい、ということで、今日はこちら、ヒロウミヘビを使いまして、唐揚げ、スープ、そして刺身で食べてみようかなと思います。まあ、大丈夫でしょ。刺身いけるでしょ。ということで、早速、調理していきましょう。いやーにしても綺麗やな。頭をまず落としていきます。まあ、ちなみに、ウミヘビの毒は神経毒なんで、おそらくね、火を通してもダメなはずです。硬っ。これめちゃめちゃ危険なんで、これはね、さすがにやめておきましょう。めっちゃ口が臭いんだよね。ベロ出してる。すごいな、これ。はい、じゃあ頭を落とし終わったらですね、次、お腹を開いていきましょう。どうなんでしょうね。やっぱ爬虫類なんで、卵が入ってることがあるはずなんですよ。いつかね、卵を食べたいんですが、臭っ。こっからね、包丁入れていきます。臭っ。めちゃめちゃ臭いぞ。あ、でも選ぶ海蛇より皮が柔らかいですね。さばきやすい。もう臭い。よし、オッケー。じゃあもうこのままね、皮を剥がしていきましょう。いきますね。剥げるかな。あー、いけるわ。これ刺身いけるか。ちょっと心配になってきたぞ。よし、いけそうですね。結構簡単そう。え、なんか食ってる。嘘でしょ、嘘でしょ。え、子供なんか食って、え、子供、これ生き物でしょ。これなんか食ってるぞ、これ。わわわ、え、これ生き物の尻尾でしょ。なんか食ってるぞ、こいつ。うわー、ウツボの赤ちゃん食ってんじゃん。やば。いや、みんなこの頭だよ。この頭でこれ食べたんでしょ。うわ、もうちょっと早かったらウツボ食えたな。何ウツボだこれ、初めて見た。ウツボのお腹の中からさらに何か出てくるとかないか。そりゃないか。ウツボだからしっかり皮硬いわ。ウツボの中の中はさすがに入ってないか。同じサイズ食ってんだけど、やばすぎるよ。いや、すごかったな。胃袋開封でウツボが出てくるのは世界初なんじゃない、動画で収めたの。あとは何やら肝臓らしきものを取り出していきましょう。なんか肝臓とかももしかしたら食べれるのかもしれないけど、今回は食べない。めっちゃ長い。
いや全部の内臓が長いわ。すげえ長いですね。で今回も卵は入ってなかったね。ウミヘビの卵もいつか食べてみたいよね。はい、ということで内臓を取り終わったんですけども、なんかねグニュグニュしたものがいっぱいついてるんで、このグニュグニュを取っていこうかなと思います。てかこれめちゃめちゃ食べる部分少なそうだね。めっちゃ薄いのわかるかな。透けるぐらい薄いんだよ身が。とりあえずこのグニュグニュを取っていきましょう。うわグニュグニュだらけだ。寄生虫いました。なんだろう。まあ焼けば食えるタイプの寄生虫だね。はい、それではですね、綺麗になりました。これね、思ったよりもね、身がなさそうなんですよ。ヘビって、ここのね、あばら骨と、ここの真ん中の背骨があるような構造をしてるんですけど、あばら骨に関してはもうほとんど肉なくて、背中のここについてる細い肉を食べるような感じになるのかな。かなり食べる場所ないですね。刺身も取るの結構大変そうですね。まあもちろん刺身でも食べますけどね。まあいろんな料理にしていくんですけど、一旦ですね、こちら全部ぶつ切りにしていこうかなと思っております。でですね、この皮もね、どうやら揚げれば食べられるらしいんで、これもね切って素揚げにして食べようかなと思ってます。じゃあ切っていきましょう。こういうね、ヘビとかはねパンパンやった方がいいんですよ。こうやってやったらね、ほらズバッと切れますんで、これでいいです。ほらこれがいいんです。逆にねこんぐらい硬いやつだと、ゆっくり包丁入れるとなかなかこうやって切れないんですよ。ほら全然切れない。パンパンやった方がいいんですよ。全部切れてます。ほら小学生見たら泣いちゃうんじゃないか。 OK! じゃあ皮もね切っていきましょう。皮はこんな感じでいいのかな。結構柔らかいこの皮、本当に食べれるかも。よし完璧や。はい、ということでこちらなんですけども、これねめちゃめちゃぬめりすごいんで、塩もみしましょう。で塩をねかけていきます。じゃあ揉んでいきましょう。塩味が入らない程度に軽く揉んどきます。はい、それでは準備が整ったところで料理を開始していきましょう。まずはですね、ウミヘビのスープ、こちらからいきましょう。もうめちゃめちゃシンプルなスープにします。やっぱ素材の味をね楽しみたいんで。セット。とりあえずお湯を沸騰させていきます。よし、 OK。 そしたらですね、ここにこちら鰹節を入れていきます。シンプルな味付けっていうのはもう鰹節だしっていうことですね。はい、これぐらいだったらウミヘビの味を邪魔しないでしょう。やっぱいろんなスープがあって、結構ね辛めの味付けとかしようかなと思ったんですけど、やっぱりウミヘビの味をなるべく味わいたいということで、こちらシンプルな鰹だしでいこうかなと思っております。 2,3 分置いていきます。それではこしていきましょう。本当はちゃんとこした方がいいんですよ。カスがちょっと残っちゃうんですよ。はい、ということでこちらの鰹だしを使ってですね、ウミヘビを煮込んでいこうと思います。もうめちゃめちゃシンプルです。これと塩だけ。味付けは余分な味付けはウミヘビに申し訳ないと思った。さてこの中にウミヘビを入れまして、うわいいね、こんなもんかな。こちらを火にかけていきます。セット。そして気持ちばかりの塩、味付けはこれだけや。着火しときましょう。うわこれは楽しみやな。この何も具材がなくてウミヘビだけっていうのがもう最高だよね。一応ですね料理酒を少し入れておきます。臭み取りです。さて2品目、唐揚げを作っていきましょう。唐揚げはどうしようかな、こんぐらいでいいかな。刺身なほとんど身取れないと思うからな、こんぐらい唐揚げにしましょう。はい、こちらも味付けめちゃめちゃシンプルにいきます。塩コショウのみです、まあ、醤油とかニンニク、生姜、まあそんなものを使ってもいいんですけども、やっぱもうそれはねヘビの味わかんなくなっちゃうんでね、塩コショウぐらいがちょうどいいと思ってます。 OK、 あとは片栗粉をつけていきましょう、まあ、汚れるの嫌なんで袋の中でやっていきますね。袋に詰め込みます。シェイク。
やべ、めっちゃ粉散ってきた。ちなみに今日ね、ワクチン打ったんでめちゃめちゃ腕が痛いです。はい、めちゃめちゃ腕が痛いですけど振ります。よし、行きましょう。はい、そしたら油を入れていきましょう。あ、片方切れた。こんなもんでいいかな。シャカ、もう俺は粉を入れて温度を測る能力を得たんで、まだですね、全然まだ完璧な温度でいきますよ。よし、もういいだろう。いいですよ、この音ですよ。うまそう。いいね、めっちゃ美味しそう。いや、うまそうだなこれ。さて皆さん、忘れていないでしょうか、皮があります。皮入れます。うわー、やばいやばいやばい。さて、いい感じかな。すげー、青くなくなるんだね。さて3品目です。こちら、刺身として取り出せる部分を取り出していきましょう。クジラがいけてウミヘビがいけないなんてことはありえないと思うんで、多分食べれます。こういうことするとね、そんなことしたら真似する人が出てくるんじゃないかみたいなことをね、言う人がいるんですけど、まだね、俺のゲテモノ系の動画を見て真似したっていう報告は一度も入ってきてないですね。真似したことある人いるのかな。多分いないと思うんだけど、言わなくても誰もやらないと思うんだけど。てかもう、このウミヘビを生で食べるところを見て真似するやつは、こんな見んでもやるんよ。もうそういうやつだから、知ってるから。もうそういう同類でしょ。あ、全然取れんなこれ。もったいない、これスープに入れとこうかな。今ね、背中の身を取ったんですけど、もう身ないです。これだけ。ビフォーアフターはこんな感じ。ここについてるね、ほんの少しの肉を取っていくって感じですね。これはやばいぞ。こんなに身が取れない刺身は初めてかもね。骨ごと食うのかな、もしかしたら。それも正解なのかもしれない。結構硬いけど、骨。いや、マジでね、これ真似するやつなんていないからね。鬼人で刺身で食べました。じゃあ鬼人で真似するかって言われたら、それはね、もう真似せんのよ。誰もね、いないんで、皆さん安心してください。ちなみに鬼人ではしっかり10日間ぐらい腹壊しました。食べちゃダメです、あれ毒です。しっかり僕もお腹壊してるんでね、やんない方がいいんですよ。でもね、鬼人での刺身の味っていうのは、それをしないと分かんないかったんでね、うん、やった価値はあると思うけど。本当に刺身取れんな。もう具足虫くらいぶどまり悪いじゃん。なんなんだこれ、大変だ。あ、もうこれ尻尾の方無理だ。いや、にしてもこんなに身が取れないものだとはね。あ、ちなみに選ぶウミヘビも刺身で食べたんですけど、その時全然どうもなかったんで、多分ウミヘビは刺身で食べれるんだと思います。完成。はい、それでは完成しました。いただきます。もう島にはもう俺が食べたことないやつなんてもういないんじゃないのかと思ってたんでね、今回めちゃめちゃテンション上がっております。ちょっとこれ楽しみだな。お吸い物行こう。お吸い物、まずはお吸い物からね、いきます。ちょっともう手でいっちゃいますね、これ食べるの難しそうなんで。せっかくヘビの味を楽しむために薄味にして、しかも茹で時間もちょっと短めにしてたんですけど、無味です。まあ正直言います、美味しくはないな。まあなんか例えるんだったら、2年ぐらい冷凍してめちゃめちゃ冷凍焼けしてしまったもうパサパサの牛肉を2時間煮込んでシュワシュワにしたような状態、キシッキシの牛肉みたいな感じで、味はないです。とあと食べる部分もほとんどないですね。かなり美味しくないね。選ぶ海老はもっと美味しかったんだけど、やっぱ海老によって味違うんだ。とりあえず次唐揚げいきましょう。唐揚げはね、俺美味しいと思うんだ。いただきます。食える。なんなんだろうこれ、スナック菓子みたいな味がしますね。だから多分ヘビ自体には味がないんよ。で、食感はなんだろうな、これ、これ食感伝えたいけどわかんねえな。海蛇の食感ですね、これは。硬い。俺はこれね、割と好きです。はい、もう唐揚げはやっぱ美味しいな、普通に。ほとんど食べるとこないけど。ではですね、こちらなんですよ。皮も揚げてるんですよ。皮もね、食べれるっていう情報をいただいたんで、これめっちゃ楽しみ。皮食べれるんだね。うん、ちょっと待ってよ、皮食べれるって言ったやつ誰だ。嘘だろこれ。硬え。まあ食えはするな。で、まずね、パリッパリなのかと思ってサクッを期待して噛んだら、グニから始まってめちゃめちゃ硬い。噛み切れん。なんだろうな、これ
もうね、諦める、もう伝えるのは、海蛇の皮の食感です。めちゃめちゃ硬い。コリッコリとかじゃない。硬い、シンプルに。でも食感としては面白い。ただ、若干の生臭さが口の中に徐々に広がっていくんですね。なんで、まあ正直な話、不快な味ですね。こっちの身の方はうまいんだけどね。骨ごといけないかな。骨ごといけるわ、これ。うわ、骨の中の出汁がうまいわ。骨ごといけんじゃん。骨ごといった方がうまいわ。今度からちっちゃい海蛇取ろうかな。骨ごといけばうまい。はい、それではですね、苦労して生成した刺身をもう取れ、くっついて食べてみようと思います。刺身はね、もう結構何でも美味しいんですよ。海蛇の刺身、いただきます。ん、骨が入ってる。なるほど、面白いな。これ味やっぱないんですね。なんかちょっと生臭さがあるぐらい。海蛇の刺身美味しくないんだ。なんか全体的に味がないんですね。正直言います。海蛇の刺身は美味しくないですね。すごい血生臭い。味がない。で、食感もなんかあんまり良くない。あんま美味しくないです。はい。なあ、せっかく頑張って作ったのにな。悔しいな。唐揚げが結局一番うまいんだ。なるほど。はい、それでは、ごちそうさまでした。いやー、今回はですね、初めての疲労海蛇ということでですね、味わい尽くすメニューを作ってみたんですけども、ちょっとポテンシャルは低そうですね。まあでも、唐揚げに関しては正直うまい。うん。やっぱ、選ぶ海蛇と似てて、結構、時々食べたくなる味ですね。もうこれは海蛇味なんですけども。まあ、あとはですね、お腹壊さないように祈るだけですね。ということで、最後に少し宣伝させていただくんですけども、オネソロマサの授業再生日記ではですね、週に2、3回僕がですね、YouTube で話さないようなねことをですね投稿しております。結構ね面白い内容となっておりますので、興味がある方はぜひぜひ覗きに来てみてください。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。